変更登記は日本における登記の対応の一つで登記事項に変更があった場合にする登記である。本校では不動産登記における権利に関する登記についての変更登記について説明する。登記された権利の登記事項などに変更があった場合、変更を第三者に対抗するためには登記が必要となる。説明の便宜上、次の通り略語を用いる。本校では所有権。 地上権、栄語作権、地域権、選手特権、賃借権、採石権の変更登記について説明する。以下に掲げる権利の変更登記については、それぞれの参照先に掲げる項目を参照。また、以下の事例については、それぞれの参照先に掲げる項目を参照。所有権の変更登記において変更できる登記事項は、 権利の消滅に関する定め及び共有物分割禁止の定めである。このうち共有物分割禁止の定めを新設及び廃止する登記については共有物分割分割禁止の定めを参照。権利の消滅に関する定めの新設、変更、廃止の登記及び共有物分割禁止の定めの変更の登記については記録例や書式解説にお記載はなく、 詳細は不明である。登記事項を新設、変更、廃止した場合に変更登記をすることになる。原則として、変更の形態は自由であるが、絶対的登記事項の廃止の登記はすることができない。ほか、法令により、以下の制限がある。地上圏及び賃借権につき、借地借屋法の適用を受けようとするためには、その範囲内で変更をしなければならない。また、 英語作権の存続期間に関する規定、賃借権の存続期間に関する規定、採石権の存続期間に関する規定に反する、定めをすることはできない。一般の選手特権及び、不動産保存の選手特権につき、再建額を増額する変更登記はすることができない。不動産工事の選手特権につき、再建額を増額する変更登記は、 工事を始める前にしなければならない。地条件を区分地条件に変更する登記はすることができる11月14日民、高1907号通達後、記録例264。また、区分地条件を普通の地条件に変更する登記も、することができる。登記の目的は、登記の目的一番地条件変更や、登記の目的一番付記一号転借権変更の、 ように記載する。なお、変更登記を不規登記でする場合、登記の目的一番に栄語作権変更とするべきであるとする書式もある。登記原因及びその日付は原則として変更契約の成立日を日付として原因平成何年何月何日変更のように記載する。これによらない例は以下の通りである。なお、選手特権の債務者につき、 相続または合併があった場合の記載の例については、定当権変更登記相続、合併、表示変更を参照。論点は同じである。変更後の事項は、登記事項を新設する変更の場合、追加する事項を特約上と、展体ができるのように記載し、従前の登記事項の変更の場合、変更後の事項存続期間平成何年、 何月何日から何年のように記載し、登記事項を廃止する変更の場合、変更後の事項証無事の所有者は、地域健康士のための工作物の設置または、その修繕の義務を負う、旨の特約の廃止のように記載する。選手特権の債務者についての、超常的債務引き受けの場合、追加する、事項連帯債務者何市何町何番地 A のように、記載する。なお、 投機事項を新設する変更の場合でも、追加する事項ではなく、変更後の事項とする書式もある。投機申請人は、投機記,記録上直接に利益を受ける者を投機、権利者とし、直接に不利益を受ける者を、投機義務者として記載する。各権利の投機名義人か、各権利を設定等したものが当てはまるが、その振り分けは以下の通りである。なお、 法人が申請人となる場合以下の事項も記載しなければならない。ただし、選手特権につき債務者の変更の場合は必ず選手特権者を当期権利者とし、選手特権の目的たる権利の名義人を当期義務者とする。有利、不利の判断がつきにくいからである。添付情報は当期原因証明情報、当期義務者の当期識別情報または、 登記済証書及び不動産の所有権登記名義人が登記義務者となる場合で債務者の変更以外の場合は登記義務者の印鑑証明書である。法人が申請人となる場合はさらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。一方、書面申請の場合であっても上記の場合以外は登記義務者の印鑑証明書の添付は原則として不要であるが、 登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない。変更登記を不規登記でする場合、利害関係人が存在するときは、その承諾が必要であり、承諾証明情報が添付情報となる。この承諾証明情報が書面である場合には、原則として作成者が記名要因し、当該要因に係る印鑑証明書を承諾書の一部として、 添付しなければならない。この印鑑証明書は当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に印鑑証明書と格別に記載する必要はなく、作成後3ヶ月以内のものでなければならないという制限はない。選手特権についての面積的債務引き受けの場合、債権者の承諾が必要である時があるが、債権者は当期権利者として、 必ず登記申請に参加するので、承諾証明情報の添付は不要である。地域権についての範囲の変更登記の場合で、変更後の範囲が、省域地の一部であるときには、地域権図面の添付を要する。また、地域権についての変更の場合で、要液地が省域地と異なる登記書の管轄区域内にある場合、当該要液地の登記事項証明書を添付しなければ、 なならないこの登記事項証明書は作成後3ヶ月以内のものでなければならないという制限はないが新しいものが望ましいとされている。登録免許税は原則として不動産1個につき1000円を納付する。選手特権につき再建額を増額する変更登記の場合には増加した再建額の1000分の4である。ただし、 共同担保にある数個の選手特権について、当該変更登記を行う場合、登録免許税法13条2項の減税規定が、順用される10月14日民、公3152号通達1参照。よって、変更登記が最初の申請以外の場合で、前の申請と今回の申請に係る登記書の管轄が異なる場合、登記証明書を添付すれば、 当該変更登記に係る権利の件数1件につき1500円となる。この場合、登記申請情報に減税の根拠となる条文を登録免許税金1500円のように記載しなければならない。変更登記は原則として不起登記で実行される。ただし、利害関係人が存在するときでその承諾が得られない場合は主登記で実行される。なお、 登機官は変更の登機をするときは変更前の事項を抹消する記号を記録しなければならない。ただし、登機事項を追加する場合は除く。地域権の変更登機につき申請情報と合わせて地域権図面の提供があり、当該申請に基づく登機をした場合、登機官は地域権図面に番号を付し、当該図面に 当該申請の受付年月日及び受付番号を記録しなければならない。省益地に地域権の変更の登記をした場合、登記官は、要益地について、職権で、不動産登記規則159条一項覚悟に、掲げる事項についての変更の登記をしなければならない。登記事項については、地域権設定登記要益地を参照。ただし、要益地が、 他の登記書の管轄区域内にある場合、当該他の登記書に地帯なく、省益地の表示、要益地の表示、地役権の変更の登記原因及びその日付並びに、地役権の目的または範囲の変更の場合は目的または範囲、地役権の変更登記申請の受付年月日を通知しなければならない2月25日民に第456号、通達118条8号。 同別記七77号様式。通知を受けた、登記書の登記官は地帯なく、溶益地の登記記録のおつくに変更に関する事項を記録しなければならない。この通知書の様式は、以下の通りである。登録免許税法施行規則。e g a 法令検索。総務省行政管理局。2009年12月7日閲覧。ありがとうございます。